吉田役は上演版の確定賞でした。長崎関係新線配置である相模線や南北線、江戸線などに用いられていました。1967年3月に米沢北区に転属し、米坂線や後田川線で使用されていましたが、1972年に運転が終了し休車となりました。SL モーターを運転していた大型鉄道が予備や上で運転用として使用するため、新潟県吸い殻町、現在は阿賀野市の吸い殻中学校で携帯保存されていたものを、データ復元工事を実施し、特徴的であった角形ドームを通常の丸型ドームに交換して、1999年11月1日に営業運転が開始されました。予備機は従来運転用として大型鉄道で活躍しておりましたが、2020年1月30日に東武鉄道が譲り受け、2020年12月26日に営業運転が開始されました。これからは大型鉄道の石を受け継ぎ、予備機として運転していきます。よろしくお願いいたします。ドラゴンスタートの SL 大陸の歌が通ってくださると皆さんにお願いしています。続いてお出迎えお願いいたします。また SL 大陸の歌を歌いますと何度か曲がありまして、曲の違いをお楽しみください。まあ、曲の音が大きいため小さいお子さんが驚いてしまうことがあります。皆さんの方は特に撮っておいてください。
それでは、次お願いいたします。 ご利用いただきまして、それからお一人お二人のヘッドマークと最後のヘッドマークと交換いたします。記念撮影される方は、撮影をお楽しみください。 次回は予定舞台時代の方でお待ちしております。